Wikipedia English writes about pine cone at Vatican as follows. The bronze pigna, or pine cone in Italian, is now in the Vatican Museums in Rome. The Vatican bronze pine cone is a colossal and ancient bronze sculpture, also known as a pinion, and is located in one of the Courtyards at the Vatican in the Cortere della Pigna. It was found in the Middle Ages at the Bath of Agrippa, where it originates until late in the antiquity. Today you can find it in the complex of the Vatican Museums now for many centuries. But no one knows what it is there at the Vatican and What for it was created? it for ダンテの新曲の中でも取り上げられたことのある松ぼっくりですいろいろな変遷を経て現在はバチカン美術館の中に飾られていますがどうして松ぼっくりなのか何のためにそれが作られたのか少なくとも公式には Nani mo, Hiroshi Hamama City, Japan. Mr. Scott two nine six one, one of my YouTube subscribers, wrote to me as follows Pinecone is pineal gland. The pine cone is symbolic of the pineal gland, or third eye. Now you see why the ancient regarded the pine cone so highly, and furthermore, now you see why the Vatican flaunts in our faces as they keep secret like this to themselves. I, Hirohiyoshi, would like to say that Vatican is full of mysteries. One of them is a pine cone. Why is a pine cone in Vatican? スコット229613が次のように書いてきました。松ぼっくりというのは消化体のことです。松ぼっくりは第三の目とも言われていますが、消化体のシンボルです。なぜ古代人が松ぼっくりを高くみなしていたか、さらに言えば、なぜバチカンがこのような形でその秘密を誇らしげに私たちに示しているか、 あなたにはそれがわかりますかが、考えてみればこれはおかしなことですね。と。そうです。バチカンに松ぼっくりがあること自体おかしいのです。謎です。なぜバチカンに松ぼっくりがあるのでしょうかこの動画の中ではその謎について考えてみたいと思います。広しはやし、ハママジャパン。まず、ルシファーの話をしておきたいと思います。 ルシファーというのはですね、もともとは大天使の一人でした。そして、まあ、ルシファーはですね、神すなわちエホバの意向に反して、人間の改造に着手します。それがエホバの怒りに触れます。そして、ルシファーは天国から追放されます。堕落した天使という意味で、堕天使とも呼ばれています。と同時に、まあ、ルシファーイコールサタンということになったわけです。まあ、現在、カトリック教会側ではですね、ルシファーといえば、 まあ、サタンの代名詞として使われています。が、しかし、ルシファーは人間をこの上なく愛していました。で、そのルシファーは人間に知識と自意識を与えたということになります。が、エホバはそれを望まなかったということになります。まあ、常に人間を服従させようとしていたというわけですね。これがルシファーの、まあ、イメージ図ということになります。言うまでもなく、ルシファーというのは延期ということになります。 すなわち、まあ、ルシファーはですね、人間に知識と自意識を与えた人間側から見れば英雄ということになります。しかし、まあ、エホバ、神々の立場から見れば人間に、えー、知恵と自意識を与えてしまった、まあ、悪魔ということになるわけです。同じルシファーですけども、左側が、まあ、フリーメイソンへとつながり、そして現在の、まあ、自由の像へとつながっています。そして一方、右側はですね、ローマンカトリックの方では悪魔と位置づけられています。 ま、どちらが正しいとか正しくないとかそういうことは、ま、問題にしないでくださいね。まあ、その結果は人間自らがこれから作り出していくこと、ということになります。ともかくも、塩基とルシファー、延期イコールルシファーということになりますね。で、中央演算装置について話しておきたいと思います。人間の脳をコンピューターに例えるとですね、まあ、コンピューターの中枢部といえば、中央演算装置ということになります。まあ、これが CPU ということになるわけですね。 そして、まあ、人間の脳にも同じようなものがあるのではないかということなんですけども、その一つが、いわゆる、消化体ということになるわけです。まあ、消化体イコール、まあに、コンピューターでいうね、CPU であるかどうかということは、いろいろ議論があると思いますけども、一応、まあ、消化体というのは脳の中枢部にあるわけです。古今、東西ですね、この消化体が、いろいろな、まあ、場面で、まあ、テーマになってきたことは事実ですね。で、消化体というのは、今のこの赤い丸の中で囲んだところにあります。 で、どうして消化体かと言いますと、まあ、松ぼっくりのような形をしているからということになっています。で、これはま、解剖図ですけども、形は確かに松ぼっくりのような形をしていますね。まあ、そういうところからあ、消化体、ピニアルグランドという名前が付けられました。 で、この、消化体、ならち生命の根源と、まあ、昔からですね、考えられてきたわけです。脳の一番奥にあるというところから、そういうのように考えられてきたというふうに、まあ、私は解釈しています。で、それと同じ、まあ、消化体と言いますかね、ピネラルコーンというものが、バチカンの、まあ、庭に飾ってあるわけですね。えー、北側のね、あの、庭に飾ってあるということです。で、バチカンの、その、消化体、いわゆる、まあ、パインコーンのあるところへ皆さんを案内します。 中央やや下がバチカンのペトロ広場ですね。その上にあります。北側にあります。ここの、まあ、ここにある、ありますね。これが、まあ、いわゆるパインコーンと呼ばれているものですね。なぜこのパインコーンがここにあるかということが問題なんですね。で、これについて、まあ、謎であると。いわゆるスコットキ力ニニ協力師さんはそのように書いてきてくださいました。で、その謎を解くヒントが、ここに、まあ、その台座のところにありました。 これは誰かということなんですね。で、このパインコンと、まあ、杖のようなものを左に持っている。まあ、これはあの、この男性が持っているかどうかわかりませんけども、パインコンといえば、リ、えー、オニソスなアち、ロマ名、バッカスということになります。で、この、まあ、普通リオニソス、あるいはバッカスの像はですね、このようなパインコンをもまあ、ついた棒を持って表現されることが多いということです。 ま、他にもね、あの、パイン、棒の、ああ、ついたパインコーンっていうのは、あちこちで表現されてますけども、ギリシャ彫刻ではこのような形で表現されているということですね。なあち、このパインコーンを手がかりにするならば、この男性は、ディオニソス、なわち、バッカスということになります。そこで矛盾が生じてくるわけですね。で、もう一度神々の歴史について、えー、おさらいしてみたいと思います。アフラマザーですね。 そして、その流れの中から、ザラストラがドラストラ教を起こします。そして、その息子に当たるわけですけども、それはミトラがミトラ教を起こします。それに反して、今度はシャーマスシュならちヘリオスが、ギシャメヘリオスがイシュタールと組んでキリスト教を起こします。で、ヘリオスは自らをイエスと語るわけですね。こうして、ミトラ教と、まあ、ローマンカトリックとの対立が始まります。そして、左の流れはフリーメイソンへとつながっていくわけです。まあ、こうして、 大きな流れができるわけですね。そこで、えー、登場してくるのがプロメテウスです。先ほど延期イコールプロメテウスと言いましたけども、人間を創造した栄養すなわち延期すなわちプロメテウスということになります。その証拠にプロメテウスの足には鎖が巻いてあります。これは、あの、まあ、神の意向に反してですね、まあ、罰を受けて野に放たれるわけです。そして、左、まあの上,上の像はですね、鳥に体をついばまれています。まあ、そうした経を受けるわけですね。で、右の図がこれ大変意味のある、あの、 リーフだと思いますけども、いわゆるプロメテウスが人間を創造しているところですね。泥から作っています。そして、アダパーを作ります。アダパーイコールアダムということになるわけです。で、延期がいるわけです。右にいるのが、あーニーフルサングだと思われます。そして、まあ、バッカス、すなわち、えー、ディオニソスがこうして生まれました。すなわち、まあ、最初にね、あの、プロメテウスが作った人間が、まあ、アダパー、すなわち、アダムということ、というふうに言われています。まあ、 先ほど言いましたように、ローマ名はバッカスです。武道士の神とも知られています。そしてこうして、まあ、右の像ができていったわけですね。そして左の像、もう一度見ていただきたいんですけど、これはプロメテウスです。そしてこれがバッ、アダムですね。す、えー、なわち、ディオニソスです。この二つの像を合わせて作ったのが、自由の像ということになります。自由の像は足に鎖を巻いてますから、これはプロメテウスです。しかし、えー、プロメテウスの像は大変少ないものですから、アダム、すなわち、ディオニソスの像を元にして作られています。 たとえに林博士は判断しています。胸が大きいのも特徴ですね。それからポーズもよく似ていますね。ただ手に持っているのは武道か、あるいは松明かの違いはあります。そして、プロメテウスと、自由の像の足には鎖が巻いてあります。この鎖がですね、謎を解く大きな鍵になっていますから、皆さんも、頭に、というか、留意しておかれた方がいいと思います。ともかくも、プロメテウスの像とディオニストスの像を合わせて、そして足して作ったのが、自由の像ということになります。 まあ、獣の像はですね、まあ、プロメテウスを次第にして、像は、まあ、ディオニソスを、まあ、モデルにしたということです。まあ、顔もよく似ているということですね。その流れが、英国の文章となって残っています。まあ、向かって左にいるのが、これがエンディルスなわち、まあ、いわゆる、まあ、アヌオー派ですね。そして右の方がラム,ラム族ですね。そして右の方が、あ 延期ということになります。そして頭に角があります。ユニコーンですね。そしてその流れがあ日本のコマ犬と繋がっています。本当はコマ犬の方が、あのー、伝わっていたんですけどもね。えー、そのコマ犬の、これはあの小屋さんのコマ犬ですけども、左にいるのがエンリルということになります。そして右にいるのが角がある基ということになります、えー。角がありますから注意深くご覧ください。角がありますね。ですなわち、こうして、まあ、日本と、えー イギリスとも繋がっているということになります。まあ、イギリス王室と繋がっているということですね。そして、下がミトラの、ミトラ教の神事の様子ですけども、向かって左にいるのが、これ、エンディルですね。ライオンのような顔をしていることでよく知られています。そして、右に飾ってあるのが、これが、まあ、イルミナテースの後のフリーメイソンのシンボルマークです。I, uh, p r o v i ですね。そして、その左がローマンカトリック繋がり、右の方がフリーメイソンへと繋がっているということになります。 まあこうして、まあ、一つの流れを、神々の流れを、まあ、皆さんに見ていただきましたが、その延期イコールプロメテウスイコールということになっていくわけですね。そして、その延期は、エディドゥの都市でアダパーを泥から作ります。すなわち、延期からアダパーが生まれ、プロメテウスからディオニソスが生まれたということです。すなわち、延期イコールプロメテウスですから、アダパーイコールディオニソス。すなわち、アダムイコールディオニソスとなっていくわけです。 ここで訂正させてくださいディオニソースは延期の息子ということになりますから神です一方アダパーイコールアダムは間違いありませんけれどもアダパーイコールアダムは延期によって作られた人間ということになりますつまりアダパーイコールディオニソース説は間違っています訂正しますまたエデンの東を エリドゥの街の東イコールウルと発言していますけれどもエデンの東そのものはエリドゥの都市の中にあったものと今は考えています、まあ、この問題についてはまた今後検証してみたいと思います以上間違いを訂正しますでは話を続けますまあその 詳しい内容はですね、シッチンがタブレットを解読して説明しています。その流れが出ますかまあ、旧約聖書に全く同じ話があるということですね。アダパーイコールアダマ、アダムとなるわけです。アダムとイブのアダムです。そして、アダパーはですね、隣のウルの、まあ、東にあるウルに追放されます。ですから、えー、エデンの東という言葉もそこから生まれてきました。エリディウが、エリドゥがエデンということになるわけですね。 えー、延期の君臨した都市、エルドゥーがエデンということになります。その東へ追放されますから、ウルということになるわけです。え、ジョー・パワビの君臨した都市です。そして左が、これがローマン・カトリックですね。そして右が自由の像というふうに繋がっていくってことですね。まあそういう流れの中に、まあパインコンがまあ登場するということになります。そうしますと、まああの、ローマン カトリックの方にですね、リオニソスが持っているようなパインコーンがあること自体が、もうまあ、矛盾してくるということになるのではないでしょうか。あるいは、謎かもしれません。もう一つこのレリーフを結論として見ていただきたいと思います。延期が今、まあ、プロメテウスですね。えー、人間を想像しています。まあ、遺伝子操作によって作られたものと人間は思います。そして、何人かの、まあ、子供、 子供というか人間がいますが、これ人間なんですよね。これは、あの、この中の一人が、まあ、アダバース、なあち、アダムということになります。左のがニンフルサンと。ということになるわけですね。で、リオニス、そ、そしてその証拠がですね、実はこのレリーフの中にありました。これが結論です。このニンフルサムが持っている棒を見てください。その先に、いわゆるパインコーンがあります。なあち、このパインコーンをですね、リオニソスが持っているということです。 なあち、えー、いわゆるまあ、バチカンに飾ってあるパインコーンは、このパインコーンということになるわけですね。そしてその台座のところには、アローコとかディオニソスの像が彫り込んであるということですね。まあ、これはバチカンにとっては大変大きな矛盾かと思われます。なあち、バチカンはこういう形でですね、まあ、そのパインコーンを飾ることによって、まあ、このバチカンがですね、いわゆるまあ、ディオニソス、なあち、プロメテウスの 点であることを示しているということになりまして、今までの神々の流れとは大きく矛盾しているということになります。えつまり、スコットさんがおっしゃるように、えー、バチカンはまさに謎だらけということになります。この続きはまた考えてみたいと思います。バイフ r now. According to the website of All Mesopotamia, Its writes about pine cones as follows pine cones are representative of continuing life and tamas represent regeneration. And it's also right pine cones are symbolic in that they are where the life cycle of a pine tree begins and conversely where new life begins. オールメソポタミアサイトによれば、メソポタミアで発見されたレリーフの中に表現されている松ぼっくり、つまりパインコーンについて、それは生命の持続を意味し、同時に書かれているタムズは、その再生を象徴的に表していると説明しています。タムズというのはメソポタミアの法上の神を言います。それが本当にパインコーン、つまり 松ぼっくりであったかどうかということは別にして、この松ぼっくりこそがイスラム教とキリスト教の謎を解く重要な謎を秘めていることだけは事実のようです。広し林浜松セリジャパン。では画面を見ながら説明します。これが松ぼっくり、つまりパインコーンということになります。そしてこれがタムズ。 つまり、メソポタミアの法上の神ということになります。で、皆さんをシャー・モスクへ案内いたします。まあ、モスクの中でもですね、代表的なモスクということになります。で、モスクのドームの天井にはですね、大変こう、幾何学的な模様が書かれていることがよく知られています。これがシャー・モスクですね。 でで大変美しいといととうことです、まあ。イスラム教では最も神聖な場所ということになりますでその天井側の中にですね、まあ、こうした絵が、まあ、いくつか見られることを発見しました、えー、中心からですねいわゆる3つの円で構成された 模様ってことになります。パターンってことになります。で、その中でも、イマムモスクについて着目って言いますか、注目しています。で、これがイマムモスクのドームの天井画です。これは三つの円中心からですね、情報に伸びる円そして下方に伸びる円それからあ、同心円状に伸びる円の三つの ま、円で構成されている,いるということになります。そしてこのウィキペディアは息子の模様についてこのように説明していますけども、まあ、今日はそれはさておきましてですね、この、ま、模様について検証を続けています。で、マジックナンバー137.5という数字なんですね。で、これ大変こう微妙になってますが意味のある数字でしてね。 まあこうしてアンモナイトの縦横の比から計算されていくわけですけども、その中から137.5という数字が生まれてきます。そして137.5度ごとに、まあ点を打っていきますと、やがてそれがですね、ひまわりの模様になると。まあ、そういうことですね。で、それを皆さんにまあ見ていただきますけども、こうして点を放出し、137.5度ごとに点を放出していきます。そしてそれを 外側に向かって順に並べていきます。そうしますと、まあ、ひまわりの中心部の、まあ、種と言ったらいいんでしょうかね。結果的に種になるわけですけども、その並べ、並び方と同じになるというわけです。で、以前調べたときはですね、じゃあ、モスクの天井側はですね、花を表している。まあ、実際、花を表していると解く学者もいます。しかし、まあ、本当に花でしょうかということで、今、 今はその疑問に思っています。これがあの、今言った風に並べられたひまわりの種の並び方ということなんですよね。で、もう一度、ひまわりとパインコーンと比べてみます。左がモスクですよね。そして右がひまわりの種の並び方です。そして比べてみますと、大変よく似ていると。皆さんもお気づきになると思います。 本当に今、ひまわり、まあ、ひまわりの種のようであるというのは私が発見したことですけども、そ,そうではなくて、ひょっとしたら松ぼっくりではないかということも考えられるわけです。実際、松ぼっくりのこの、 傘の並び方とですね、それから先ほどのモスクの天井画の模様のパターンとは大変よく似ていると言いますか、同じなんですね。まずこの赤い下方に伸びる円と、それから黄色い上方に伸びる円と、それから中心部から動詞円状に並ぶ円と、この三つの円でこの模様は構成されています。まあ、大変ある意味で複雑なパターンだということになるわけです。で、 松ぼっくりについて検証しています。アッシリア、バビロニア、それにメソポタミアで発見されているレリーフの中には神々が描かれてますけども、このような、まあ、松ぼっくり、すなわちパインコーンを持っている、まあ。全部じゃありませんけどもね、ほとんどの神々はこのパインコーンを持っているわけです。でこれについて先ほどの,、まああのまあ、説明でありますように、言いましたようにね、これは生命の維持と、それから再生を表しているんだということになります。確かにあの生命の 木とね、えー、同じところに描かれていることは、多いことは事実なんですよね。ですから、まあ、これは真剣を表す、パイントリー、パインコーンであるというふうに説く人もいます。まあ、これは何かということですね。ですから、正確には、これは、松ぼっくりではなくて、松ぼっくりのようなものと表現するのが正しいのではないでしょうか。松ぼっくりに似ているから、松ぼっくりというふうに決めてかかってはいけないということですよね。 いわゆる、まあ、イマジネーションをもっと働かせなさいというアインシュタインの言葉と繋がっていくわけです。で、これはメソポタミアのね、公式サイトですけども、まず、あの、パインコーンについての説明をしています。で、この神が持ってるわけですね。で、生命の輪廻ってことを象徴的に表していると。法上の神ですからね。で、問題はですね、この下に持ってるのがバケツというふうに書いてありますね。 ま、神々はバケツと同時にこのパインコーンを持っていると。だから、パインコーンをですね、何らかの形でバケツの中で、まあ、あの、スプリンクルしてね、そして使っているんだというふうに、ま、説明してあります。ですから、まあ、あの、バケツとパインコーンというのはペアだということになるわけですね。が、本当にそうでしょうかということになるわけですけどもね。 で、もう一つのバケツを見ていただきたいんですけども、バケツなるものをね、確かにあの、ほ、これはあのバケツはね、ほとんどの紙がみんな手に持っています。大変興味深いことですね。確かにバケツを持ってますよね。ほとんどの、まあ、レリーフにそのバケツが、バケツなるものがですね、このように表現されているわけです。で、これがバケツかどうかということになるんですよね。しかしですね、同時にですね、実はこれと同じものが、 発掘されてるんですね。まあ、これをやはりメソポタミア周辺で発掘されている、まあ、アーティファクトということになるわけですけども、まあこれを比べていただけますと神が、神々は持っているのは右のようなものであったということになるわけです。なのちこれはバケツではありませんね。むしろバッグに近いものだということになります。まあバケツならね、上が丸くなっているはずですからね。あれは何かこう容器であれば、あれはこういう容器もあるのかな、ね、とそこまで考えてしまう。 かもしれませんけどもね。で、もう一度松ぼっくりに戻ります。で、この真ん中にあるのが生命の木ですね。そして、まあ、生命の、木、まあ、それについての動画も既に作りましたので、今日は紹介しますけども、その生命の木に向かって、二人の神がですね、えー、松ぼっくりとバケツを、バケあャルですね、これバッグを持っているということになるわけです。もうバケツというとは実はもう、はい、引っ込めたいと思いますね。で、これが松ぼっくり。まあ、上に向けてみましたけど、これ松ぼっくりのようなものということになります。 で、これが松ぼっくりのようなものであり、上から見るとこういう、まあ、三つの円で構成された模様になっているということです。で、それとですね、えー、先ほどのモスクの模様と同じというふうに皆さんお考えになりませんかすなわち、えー、モスクの天井画のこの模様はですね、えー、イマム、モスクのこの模様はですね、松ぼっくりを表したものだと私は考える方がむしろ合理的だと思います。そこで皆さんはバチカンへ案内します。 で、サンピエルトロ寺院ですね。で、そのサンピエルトロ広場にですね、実はその松ぼっくりがあります。まあ、このカトリックでは、ズバリ松ぼっくりの、まあ、大きな、まあ、彫刻といいますかね、それを飾っているわけです。この中央部にありますね。これが松ぼっくり。まさにこれは松ぼっくりをそのまま表現したものだと思います。 本来はね、松ぼっくりのようなものであったものがですね、まあ、バチカンの方では松ぼっくりになっているということになります。となりますと、これはもっと重大な意味を持つものであるということをですね、えー、カトリックの、まあ、なて言いますかね、信者の方は知っているということになるわけです。で、これが神が持っている松ぼっくりと。 のようなものですね。ごめんなさいね。ですからまあこれまず、ですからまあ結論を言いますとね、まあもう一度これを見ていただきたんですけども、これ、まあアモナイトの縦横の火からですね、数字が出てくるわけですけども、そこで137.5度という数字が出てくるわけです。そしてその137.5度ごとに点を放出すると、それが、まあ、ひまわりの種のようになると、まあこの数学、 の数学者の先生だと思いますけども、その方はそのように説明しておられます。で、これはまあ、ひまわり。この先生はひまわりだ。ひまわりを例に挙げてますけども、その模様はですね、私は以前ですね、モスクの天井画と同じであるということを発見し、動画で発表しました。が、ひまわりの種っていうところで考えてしまうと、そこで思考が止まってしまうわけですね。そこで、先ほど言いましたように、アインシュタインの言ってるように、 まあ、その、行き詰まったらもっとイマジネーションを大切にしなさいよと。いわゆるクリエイティブなイマジネーションが大事だよということになるわけですね。ですから、イマジネーションといいますか、働かせて、まあ、発想を変えてですね、これは松ぼっくりとも同じやすなわち、これはモスクの天井側、ひまわりではなくて、松ぼっくりを表したものであるというふうに私はまあ結論を得ました。そして、まあ、こうした、まあ、大変複雑な数学によって、その、えー 絵が描かれているというよりもですね、まあ絵もそうですけども数学的に計算されているというところからですね、まあ果たしてその137.5という数字を導き出して絵を描いたかどうかは別としてですね、まあ大変こうなっていますか、あの、まあ人間離れしている数学であるということだけは事実の、事実ではないでしょうか。 そしてその数学に基づいて、天井が書かれた可能性があるということですね。で、もう一つの生命の域を囲んで、二人の紙がですね、松ぼっくりと、それから松ぼっくりのようなものと、それからバケツのようなものを持っているところに注目してください。こうしてつなげていきますと、ここで、まあ、松ぼっくりのようなものが書かれているわけですね。そして、その下が松ぼっくりを上から見たところです。その模様を模して、その モスクの天井画が描かれている。なあち、イスラム教でここでつながっていくわけですね。で同時に、松ぼっくりというのが、パチカンのサンペイトロ広場に置かれているということですね。右がその松ぼっくりのようなものでありしたが、下がそのパチカンということになります。なあち、この松ぼっくりでイス,イスラム教と、えー、それから、えー、ローマンカトリックがつながるということですね。なあ、すなわち、もっと簡単に言えばですね、えー、二つの宗教は、 別々の宗教のように見えますけども、実はその大元で一つの松ぼっくりのようなものに繋がっているということになります。なあじ、宗教はやはり一つだということになるのではないでしょうか。ということで、今日の動画は終わります。Thank you very much for watching and bye.